福テレ防災ラボです。地域密着型の皆様のためのですね気象台、はい、え防災ラボでございます。福島は圧力鍋の下に入った。どういうことでしょうかね。どういうことなのか、はい、説明をしたいと思います。はいはい えー、そして彼岸花の話題、昨日お伝えしましたけども、はい、続行がございます、うん、そして最後の週末の天気、8月、えー、どうなるのか、はい、バーベキューとか、お家でやられたりする方も多いと思うので、はいえー、気になるところだと思いますが、お伝えしたいと思います、はい、まずは皆さんからいただいた季節のタイルなんですが、はい、もう晩火感というか、初週間たっぷりといった感じ、はい、それが分かるのは、この雲の形なんですけども。はい なんかこう夏のようなモクモクした雲もあれば横に広がる雲もあったりして、なんかこうやっぱり晩夏感と初秋感がこうなんか同居してるみたいなそんなイメージですよね。これなんか福島の天気もこんな形です。でもやっぱり暑さはすごく蒸し暑かったですよね。暑かったですね。で、あのコスモスが咲いてたりとか。で、私結構楽しみしてます。あのオリーブの実どうなったのか、鳥に食べられてないのかどうか。食べられてなかったです。あ、綺麗です。良かったです。これ食べて。 みたいですね。ね,ね、はい、オリーブ油につけて。<ー>えー、そしてえっ、ー、とあの猿岳第一のそば、えー、畑もだいぶ綺麗になってきましたよ。真っ白で綺麗ですね。でこの秋の雲とやっぱりこのそばの花って、はい、やっぱり何ともコントラストが綺麗ですね。すねうん、えー、そして昨日話題に上りました、はい、こちらでございます。えー、まだ九月になってないよね。悲願花マンジュシャゲが咲いている。 八重樫さんすごく綺麗じゃないですかこねえブワーッと広がって綺麗赤と白の紅白だからまあ飛眼花っていうとねなんかちょっとっていうあの毒があったりするのででもこれはあの見た目ではやっぱり紅白で綺麗な感じですよねおかしいですね飛眼の時期に履くのに飛眼花ちょっとフライングしちゃいますねフライング飛眼花ですよであの足立ヶ原のふるさと村さんに聞きましたこういう答えです今年は例年より一週間ほど早く咲いてますやっぱり早く咲いてる暑すぎると咲きませんけれども お盆の頃涼しく雨が降ったので早めに咲いた確かに涼しかったですねだから今日みたいな、はい、晴れて暑い日には咲くわけないんだけども、はい、この前のお盆の時に、はいえー、冷たい雨が降ったんで咲いたということでございます、はい、まあそれにしても今日は暑かった暑かったです私昨日八重樫さんに、はい、どこの国並みの暑さって言いましたっけ東南アジアのタイ 万国並みの暑さになるんじゃないかというふうに言いました、ちょっとおさらいしてみます、きょうは、チリの勉強、日本がここにあって、タイのバンコクがここにあります、さらに赤道直下、赤道に近いところにクアラルンプールという町があります、このなんて言いますか、土地感をちょっと覚えていただいて、この VTR をご覧ください。今日の福島でででですなんかこうも出ててたたっぷりり油ございまし でどうですか福島とバンコク、気温は福島が上ですねそう、つまりバンコクより暑かった、はい、じゃあ、はい、福島はどこ並みの暑さだったの、<ー>こちらのですねちょっと資料の VTR をご覧ください、はい、はい、マレーシアの国旗があります、<laughs> クアラルンプール。<laughs> <laughs> 関の 暑い所の暑さになってしまった確認してみましょうか、気温のほう、はい、ほぼ変わらないんです、あほぼ一緒、しも気温もマレーシアのクアラルンプール並み、うんえー、いかに暑かったのか、はあ、で,でも八重樫さん、皆さん、はい なんで赤道直下のような暑さに福島が緯度高いのになったのか、不思議じゃないですか、実はですねこれ、気圧配置なんですよ、これ、ダブル高気圧なんですが、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、夏の太平洋高気圧の上に、チベット高気圧というのが重なると、二重高気圧になって。 まあ気圧がぐーっと上がっていく圧力鍋の底のイワシの煮込みみたいになっちゃう,もう圧縮されて、ね、圧縮されて <laughs> でこちらが今日午後9時のですね、うん、天気図をちょっと見ていただきたいんですが西からチベット高気圧どうなってますか広がってますね張り出してますよね、はい、じゃあ夏の太平洋高気圧は東から張り出してますつまりチベット高気圧と太平洋高気圧のダブルでダブルできたということなので、はい、今日は マレーシア並みの暑さになったということでございます。そういうことか。はい、明日もマレーシアです。あコロナ禍でね、旅行できない中ででもマレーシア気分。どう<分>でしょうかね。してしいいですね。では気温に注目して明日の天気です。はい。はい えー、会津若松でも32度でもすこ、はいあのー、このところ会津地方はずっと雲が多かったんですけども、うん、今日よりさらに青空が広がります、はいまあ、油べりと言ってもいいと思いますね、うんえー、こちらの方はにわか雨の心配ありません、中通りの北部です、34度まで上がります。 でやっぱりちょっとで、はい、体に応えるのが今夜の暑さで今夜気温が下がりませんから、はい、えー、亜熱帯の夜になります熱帯夜になりそうなんですよね太陽とそして亜熱帯の空気ということなので明日も東南アジア並みです、はい、そして夕立気になるところですね県南見てみましょうか え棚蔵とか釣祭の周辺でやはり夕立が発生しそうです郡、えー、山、朝の最低気温は午前5時ごろに出ます、はい、最高気温は午後1時ごろに出ます今日も熱中症で救急搬送された方が結構いましたので、はい、えまあ昼前後のお出かけは避けた方がいいと思いますね、はい、そして浜通りです、昼前から海風が吹きますけれども太陽の熱が勝りそう、はい、さあ、亜熱帯東南アジア並みの暑さをもたらしているこの夏の太陽高気圧なんですが、はい、土曜日 まだ強いですね、はい、そして日曜日もまだです、ね、強いですね、ところが八重樫さん、月曜日はあ少し弱まるんですよ、ますはい、つまりですね来週は夏の高気圧が弱まって、秋風が吹きます、週間予報を見てみましょう。はい、ということで、どうも日曜日を境に朝晩は涼しくなるんじゃないかというのが見立てでございます、<ー>向こう1週間、災害が起きそうな気象現象はありません。1区はこちら 残暑して疲れに拍車、金曜日。福テレ防災ラボでした。